皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、忙しく頑張っているのに売り上げが上がらない人の残念な特徴とはというテーマでお話をしていきたいと思います。えー、ここ数人ですね、うーんと、相談、ご相談に乗って、乗せ、乗せさせていただいてですね、乗らせていただいて、えっ、ー、と、3人かな あのほぼ同じ解決案で解決をした内容があるので、そこから得た、えー、情報を皆さんに共有しようと思って今回の動画を撮ってます。その方たちに共通しているのは、えっ、ー、と忙しく頑張ってるんです。一生懸命 SNS とかもやってるし、商品も作って売ろうとしているんですけれども、大前提として大きな あの間違いというかまあ大きなミスをねしてしまっているがために忙しいけど身にならないみたいなそんな形になってしまっている方たちだったので、えー、と私が全体設計を指導してそれをお伝えすると、まあ、あの言ったばっかりなんで成果が出てるわけじゃないんですけどご本人もかなりすっきりしてやるべきことが明確に見えたっていうことで。 まあこれからね進んでいっていただけるっていうことになったので、えー、この同じ事象が皆さんにも起こってないかというのを、えー、知っていただきたく今日のお話をしていきたいと思いますでは、えー、本題に入るんですけれども、えー、忙しく頑張っているのに売り上げが上がらない人の残念な特徴とはなんですがこれ一言で言うとですねえー、と 動線設計がゴールと最初がずれているっていうことなんですよね。わかりやすく言うと、商品が届けたい人の、商品をとかサービスを届けたい人の種類が最初の方の商品で見せてるものと最後の商品で見せてるものがずれてしまっているから、 決まらないし、売れないし、ということになっているっていう感じなんですね。まあ、概念で言うと分からないと思うので、あの、その方たちの事例そのものじゃないんですけど、ちょっと分かりやすくデフォルメをしてお伝えしていきたいと思うんですけどね。えー、例えばうんと、じゃあ、そうだな。じゃあ分かりやすく言おうか。 えと子供服を、まあ、販売していますとしますよね子供向けの洋服を販売してますっていうブティックがあるるとすすじゃないですかだけれどもその子供向けのものが例えばそのブティックのね一番こう看板になるところの道路からの路面のところに見えるところにいっぱい並んでたとするじゃないですか。 で、お店の奥には高価な高い大人向けのフォーマルドレスかなんかが店の奥には飾ってあるんですよ。で、じゃあ店主何本当は売りたいんですかって言ったら、店の奥に飾ってあるフォーマルのキラキラしたドレス。まあじゃあ例えばそっちのドレスが1着5万円とかするとするじゃないですか。それなのに店頭に飾ってあるのは1500円の子供服。 だったりすするんですよこのブティックのその後ろの服っていうのは売れると思いますか、まあまかり間違って子どものものを買おうかなと思って店頭で服取ってレジは大体奥にありますからねでレジの方に行った時にそのお母さんがたまたま裕福で「あ私そういう服好きなの」を っていう方だったら買うかもしれないじゃないですかその奥の服を。でもそれって確率めちゃくちゃ低いんですよ。だけれどもじゃあ店頭もその奥にある服の方がまあ確かにいい服もあるのかもしれないけれどもやっぱ店頭って目を引くそうだなその後ろにある服をねついでに見て買ってくれれば嬉しいけれどもまあ客寄せパンダと言わないけどえっ これ、この値段でこれなのとか、うわ、素敵なデザインとかいう看板商品やっぱ前に出しますよね。つまり、後ろで買うであろう、後ろの商品を買うであろう属性の人を引きつける商品を店の前に置かないと、後ろの商品売れないんですよね。っていう、このブティックの話はわかりますよね。皆さんね。このブティック売れると思いますか 私は相当売れないと思いますよ。あの、まぐれで、あ後ろの買っちゃうなんかセレブマダムとかいるかもしれないですけど、品ぞろえがなってないですよね。対象者がスーッと違和感なく先にいいなと思って手に取ってお店入ったらそのまんまお店の中を買い回るようなことができるぐらいに、ある特定の人が喜ぶように店構えと店の作りができていることが 必要じゃないいですかって思いませんかじゃああとはじゃあちょっとなんか流行感度が高い女子高生とかでねなんかあのおしゃれな、うん、そうだな、えー、例えばサーティワンがどれぐらいおしゃれかっていうのはあれとしてもサーティワンとかなんかちょっとこうねあの映えるような SNS 映えするような素敵なこなアイスクリームとか,なんかそういうスイーツを売ってるような店があるとするじゃないですか。 そういうスイーツが売りなのに、店頭にあの昔ながらの昭和の時代の駄菓子屋さんのなんか不思議な付録が付いたような、ちょっと古びたような薄汚れたような感じの駄菓子屋さんが悪いって言ってないですよ。ちょっと昔のってそういうなんか印象あるじゃないですか。そういうのが店頭に並んでて、その奥のスイーツ食べに来るかって来ないですよね。お店がそういうチャットポップで可愛い雰囲気でサーティワンとかもそうですけど、白とピンクのなんか？ あれはやっぱりそういう年代の人たちが好むような色合いと設計にしてあるわけですよね。だからあのこの現実を見る分には皆さんそんなの売れるわけないじゃんって思うじゃないですか。だけどなぜか知らないんですけどご自分の商品になるとそれやっちゃってる人が多いんですよ。私がチェックするるとずれてて人って ずれてる人ですよで例えば後ろの商品がそうだなうーんとじゃあちょっとエグゼクティブに売れるようないい感じのビジネスパーソンとかが買ったら喜びそうな商品を持っているし売ることができる技量がある人がいるとするじゃないですか。それなのに手前の方で紹介してる SNS とか自分が使ってる言葉とかは。 えと初心者の人のとかなんか結構万人受けするようなめちゃくちゃぼんやりしたような言い方をしてると後ろのエグゼクティブにその商品喜ばれてるんだったらその人向けですっとはっきり手前でも言えばいいのに後ろの人に特定した言い方をすると売り上げが減るないしは集客できないと多分すごく思い込んでいるから広く取りに行くんですよね。で広くく取りに行くと結局 埋もれるんですよねあの今同じ職業をやるような人ってめちゃくちゃ多いので、海外、皆さんあんまり調べないけど、多いんですよ。で、その中で、なぜ自分を選ぶのか、選んでくれるのかって、その特に商売とかサービスをやって売れたことがある人だったら、それっていうのを聞いたことがあるはずなんですよ。なんで自分を選んでるんですかっていうことでね。 で、そ、そこをやっぱ売りにしないといけなくって、初期の頃は声すらないから、モニターとかを募ってても、どこが良かったかっていうのを聞きながら、商品の魅力を外に言っていかなきゃいけない。で、かつ、その後ろの商品につながるような商品を手前に置かないといけないんですよね。なので、この間作ってっていうか相談して、その人の作り方がおかしいなと思ったのが、 SNS とか体験会でこんなことをやってますって言う,言うんですよ。で「ああそうなんですねちなみに後ろの商品何売りたいんですか?」って言ったら今みたいにちょっとずれてる感覚でおっしゃるから、あのー、その体験会に合わせてあこれから講座作んないといけないと思ってるんですよっていう話を言うんですよ。 これって本末転倒なんですよ。体験会に合わせて、じゃあ体験会が5000円でした。じゃあその後ろの商品3万円の作ります。で、さらにその後ろの商品15万円とか30万円の商品作ります。これおかしいんですよあの。確かにその作り方で買ってってくれる人はいるかもしれないんですけど、確率がすごく低いんですよ、制約率が。うん。 あのなぜ手前の商品があるかっていうと後ろの商品を買うであラう属性の人が喜ぶもの喜ぶもの喜ぶものって言って手前に作ってって手に取りやすいものを作って渡してで階段を1個ずつ上がってもらうっていう作り方が正しいので買った人にじゃあどうしようかなその1個上作ろうかなっていう作り方だと制約率が低くなっちゃうので無駄な努力に終わることが多いんですよ。 これまだ,まだ属性が一緒ならまだいいんですよ。これ属性が一緒じゃなかったらはい安いもの売りました後ろのものは全然売れませんっていうことになっちゃうので最初のブティックの話もう一回思い出してもらいたいんですけど子供服安い1,000円とか1,500円のものを店頭に置いていてまあ店頭なんで見た人が買うかもしれませんけど店の奥にはキラキラのすごい素敵な パーティー用のドレスとか売ってて本当はそれ売りたいのにっていうようなことになってたら売れないですよねってこれ皆さん自分のことじゃないとわかるんですよなのに自分ごとになると体験会から作っちゃう人とかとりあえず安くしとこうみたいな作り方する人とかあと広く取りたいからってぼんやりなあのまあよく料理教室の先生とかにはねあの家族の笑顔がとか 健康でで安全ととかかしいとかこの言葉をよく使って募集かける方いらっしゃるんですけどほとんど意味ないですからねこれおい <laughs> しいのなんて料理だったら当たり前じゃないですかで、まあ、家族の笑顔まあいいですよ100歩譲っていいんですけど生々しくないんですよね家族の笑顔って言われても家族じゃなん,なんで笑顔になるんですか であななたのの料理で家族笑顔になるの本当にご飯出したら笑顔になってます本当にあなたのその教えた先の人って私は思うんですよねいやあの美味しい美味しいバクバク食べてますっていう家族の図ってあ,あるかもしれないですけどすごいに、ね、確率論として低いと思ってるんですよ。家族の笑顔って言ってて言いるお母さんほど あの家族は特にそんなに喜んでなかったりしてお母さんが自己満足してるケースが多かったりするんですよ残念ながらあのちょっと残念なことを言わせていただくと。もちろん本当にお母さんの料理は美味しいから楽しみにしてるって子どもとかね旦那さんに言われて楽しく作っている人もいるんですけれどもうん少ないな。 だからあの、まあ、特に50を超えてくるとですね自分のためで人のためだったとしても女友達とか町内会で会う人とかに渡すからとか何かねそんな作り方してる方が多いので。 うん、だから家族のため本当かなっていつも思いますね。健康とかはねあると思うんですけど家族の健康っていうよりなんかねご自身の健康とか, <laughs> かそういう動機が多いのでだからそれもずれちゃってるんですよね。呼びたい人と あのか買ってくれる人のところでだからキャッチコピーとかも正しくキャッチコピー使わないと集客がずれちゃうので安い商品は万が一から買われたとしてもその後ろにつながらなければあんまり意味がないんですよ。だから商品設計が間違えてる人が多くてその人は売り上げが上がんないんですよ。 で、この出だしの間違いと後ろの状態をきちんとまっすぐになるように合わせると売り上げが上がりやすくなるしお金が回るようになるんです。で、2種類も3種類もあの属性を変えるとその分集客量を言う告知文も全部変わるので専業でやってる人より負けます。どう考えても。例えば大人から子供までとか あとは初心者から上級者までって言ってる人の教室とかってほぼ流行らないですなぜならば上級者に絞った教室だけっていうのもあるし子どもだけに絞った教室っていうのもあって昔は教室の数が少なかったので地域に1個しかなかったら まあ全部の人とか通ってたんですよ。だから勝手に集客もできてたんです。でも今割と専門特化しちゃってるので,で、探せるほど数が増えちゃってるから、その全部やってる人ってプロフェッショナル感が全然ないんですよね。だから選ばれないっていう事象になっちゃってるので、そんなところがね、あるので、今一度ご自身の全体設計を見直していただきたいなと思って、本日の話題を挙げてみました。 はい最後にまとめを言いたいと思います。えー、いくらいすがんえいそい忙しく頑張っているのに売り上げが上がらない人の残念な特徴とは、えー、出だしとゴールの動線設計がずれている、えー、ターゲットとするべき人の、えー、想定がずれているこのケースが非常に多いです。今一度うまくいってないなと思う人は動線設計見直してみてください。 はい。以上、ご参考にしてください。それでは。